高齢者は老害化する前に集団自決集団切腹みたいなことをすればいいとまあ単純に普通の言葉で言えば世代交代みたいな話をなんかもっともっと真剣に考えた方がいいんじゃないかなっていう気がしてやっぱりなんか僕驚くのはなんか日本で例えばメディアテレビとか政治の世界とか経済の世界とかなんか偉い人たちとかと話すとちょっとコミュニケーションも厳しいっていう人すごい多いなっていう感じで。 別に全然それ自体は人間としてまずくもなんともないんですけどご高齢でコミュニケーションが例えば全然まずい人が普通に面接ととかかに来たら多分落とされちゃゃうじゃないですか、はい、だけどそれと同じような感じの人たちが普通にものすごく偉いポジションにつき続けてでしかもなんか僕たちもそれはしょうがないことってそういう国なんだっていうふうに認めちゃってる気がして諦め始め始ち,ちょっともう一度それの異常さに直面する。 そういういちょっとや,やばいあの老人たちっていうのに対して圧をかけていくっていうか心の底から軽蔑している感じとかを出していくっていうのがもっと重要なんじゃないかなと思っててやっぱ誰しも周りに必要とされてない感をガンガン出されると辛いもんだと思うんで少し世代交代につながるんじゃないかなとかっていうのをちょっと最近思ってました。 20年前に堀江さん取材した時す。本 <laughs> <laughs> 20年間あんまり変わってないっていう状況がただただ悪化してるってことだとその分かりやすいポジションとかなんか承認欲求とか知名度みたいなもの以外の人生における価値みたいなのっていうのに僕たちは気づけてないっていう部分がすごい多いんじゃないかなと思ってて何が何でも死ぬまで体の限界までそれにしがみつかなくちゃいけないっていうすごい幻想を抱いて生きてるんだと思うんですよ。 で別にそれを退いたからって言って人間として終わるわけでも何でもないっていうことに僕たちは気づいてそれをどう実行できるかっていうのは何かそれはもうだからどこどこ会社のサラリーマン一生続けるわけじゃないのでいつかは定年退職するわけだし、まあ、転職するかもしれないんだけどでもそういう状況の中で本当に一社でサラリーマン勤め上げた人ってマジで定年後やばいと思うんですよね。